さて、腹いっぱいになったんですけど、敷島駅前から再出発します。放送は3分後から。まだ向かい風だな。若干肌寒いな。ああ、しまった、巻き込んだ。おなんない。あ、もう用意してたらいいな。あと30秒か、やばい。中年の星って呼ばれることに抵抗はありますか？中年の星、中年ならまだ。あと4秒、やばい。つながれよ。和骨。お、行ったかな。転送速度は。転送速度は。400。お、行った行った行った。この辺り電波いいですね。大丈夫ですね。オッケーオッケー。そこで昼飯食ってました。北横わらわらへ数学レップ横わらわらへ数学レップ。で今敷島駅前です。さっきも見せましたけど、久しぶりです。よっと、じゃあ FMLで行けるとこまで。おっと、危ない、鼻踏むとこだった。ん、何が邪神って。カレーとは一体何だったのかです。少ない、すみません。自転車で走ってること自体が最近なんか少なくてなんかこれというとこ思いつかないんですよね。とにかく昼過ぎまで寝てしまって。じゃあ再開です。ん、生主やってると女子高生と出会えるって本当ですか？本当本当。紹介議にぶつけてきた。紹介議
送会議だけで言うと待ち会議みたいですね。ゴプロ録画した？うん、ゴプロ録画してます今。ロボさんと同じライト買いたいです。あー、腹いっぱいになってますか。しライト、今このライトはそんな強力なやつではないですよ。ん、何買ったので。カレー美味しかった。カレー、何のことかな。カレーと言ったがあれは嘘だ。まんじゅう食べて結構なんていうか、まんじゅうの後にカレー食うよりはまんじゅうの後はやっぱり野菜炒めかなと。この感じ、新しい道新しいですね。その友達ばかり、本当本当。ガリガリ君まだかな、まだ肌寒いです。ソフトマンド第36くらいにです。あ、原が表、今群馬県です。ギア変えるんですか。ギアですか。坂道でギアチェンジはしますけど、その話かな。よっと。あー、なんか饅頭食った後だったせいか、あのそんなに多く、あのカレー何のことかな。普通の野菜食べられしてえらい腹いっぱいになってしまった。車じゃなくても生きて帰れるんですか。戦車、ロボさんも久しぶりじゃないですか。お、一つキャンブリに放送してます。自転車も一つキャンブリです。ずっとこの画質でお願いしたい。自分の布団 FMLE 続けたいですね。うん、自分の布団がなって、そう、カレーは詐欺です。カレーの人からもツイッターでツッコミありました。えって、カレーの方が良くなかったんじゃない。カレーどうかな。カレーは500円でした。綺麗な道、仕事忙しかったんですか。仕事それほど無茶苦茶でもないですけどね。まあ配信しなかったとか自転車乗らなかった理由になるような忙しさじゃないです。そう、ご飯食べて腹いっぱいです。これで風がなければな。あの結構あの空気が冷たくなってきました、こっち来たら。アベノミクスでも受かってしょうがないでしょ。週末の天候に恵まれなかったからね。利根川サイクリングロード、週末天気悪い時良かったですよね。利根川サイクリングロードは向かい風に吹かれながら走ってきました。ゴールは今日もあのゴールまで30キロぐらいかなと。カレー何のことかな。いや、普通のスポーツバイクよりあのスポーツバイクを袋詰めすれば大丈夫です。そういやさっきあのどなたでしたっけ、あのリンコ袋にパッキングする配信をされてたんだったかするんだったか。もうすぐ確かするんじゃなかったかな。リンコパッキングの配信があるみたいですよ。多分自転車で検索すれば出るはず。こんにちは。最近結構自転車の配信やってる人も多いですよね。腹いっぱいで苦しい。よし、教えに行きましょう。教えに。パッキングは結構自転車ごとに癖があって、コツは違うんですよね。あ、あなたも。結構最近、やってる人、カメラの揺れですか。あの、首を柔軟にすることなんですかね。私もこれ GoPro で見ると結構厳しいんですよね。自転車で検索すると結構やってる人多いですよ。私のパッキング、自転車のパッキングの袋は、あ、カメラ忘れて、
それで取り直しだったのか。伊香保よりも東側の方です。ロボさんは自転車配信のパイオニアです。パイオニア、私もお手本にした人いますからね。まあでも大体あの頃はいろいろ手探りでしたね。あ、クロスバイク、車載カメラの調整難しい。車載カメラの、私はもう設定ずっといじってないですね。どんだけだったっけこれ。ビットレートとかいろいろ調整した後の設定でもう中身忘れてしまいました。音声が確か 48kbps かなんかで、映像が200ぐらいだったっけ。三国峠じゃない方の街道です。こっちは国道が途中で途切れてる方です。ああそうか、歩きはかなり揺れますね。たまにやるとわかる。ハンドルか、そっちの方は私持ってないんですよね。揺れを抑えるのはあとハンドルじゃなくてフレームの方、トップチューブの方にすれば少しは抑えられますね。おお、こっち走ってくる人いるんだ。あと足がすごい筋肉、骨の上に直に筋肉がついてるみたいに、あの段差がくっきりしてるわ、ふくらはぎの。すごいな。泊まりですよね。あ、今日泊まりです。谷川岳ラズベリーユースホステル。カメラがしょぼくてパソコンよりアンドロイドの方が綺麗と言われから。オーロビーカメラか。ウェブカメラも今私が使ってるやつのはもうモデルがないんですよね。ロジクールの C905M だったかな。こういうなんか小さいやつがあんまりないですよね。明日はどこへ？明日は電車で山越えて向こうの、なんて駅だったっけ。お、いらっしゃい。指そしカレーライス何のことかな。指そはこっち側で向こう側の駅なんて言ったっけ。まあ山越えてトンネルの向こうの駅に一駅輪行で移動して、ドアイ駅の向こう側の方なんですよ。何て駅だったか忘れましたが、あ、土だるでしたっけ。そう、土だる駅。だじゃなくてたですよね。コンビニもなさそうな地域ですな。コンビニないですね、確かに。今日は水上まで行くの。今日は水上の駅の近くの温泉地に行きます。帰るのは明後日ですね。明後日直江津あたりから新幹線帰宅かなと思ってます。まあゴールデンウィークの中盤ぐらいなんでいっぱいになってないだろうと、昨日時点ではいっぱいになってなかったんですけどね、席は、指定席は。うわぁ、風。いや、土駅は少なくとも見ようと思ってます。明日は朝、早めに出て、土合駅見てきて、で、そこで輪行しようとすると、10分間の階段下りがあるんで、それ絶対避けて、その指添駅ってとこまでちょっと引き返してから、輪行で向こうに抜けようと思ってます。湯沢のサビレッドにすごいですよね。湯沢、越後湯沢の湯沢ですよね。向こう側の話ですね、新潟側の。土合駅はまだ行ったことないんだっけ。土合駅まだ行ったことないです。それを、列車に乗ってあの階段体験した後引き返して、つまり電車乗るだけっていうのをやってから続き走るか、あるいは自転車で駅のあの階段を上から見下ろして、そんだけで済ませるか。もしなんか上りの時はかなりきついですね。どうしかん、どこだろう。谷川ロープウェイは山開きまだしてないんじゃないかって話ですけどね。どっちしろ私の装備だと上行ったら凍えじるのでダメです。ついでにちょっと谷川だけ見てきてください。見るだけなら。土合駅の階段で外人がウォーキングしてたって。ウォーキング、私あれ下りはダメなんですよ。こんに
こんにちは。お、こんにちは。お、猿が出てきそうな街ですね。神安城城城、これ下に下るとまた、ダンシング、ダンシング、ドアイ電波あるといいですね。まあ、ドアイ電波、ここまで何キロは知りました。ここまでまだ30キロぐらい。ん、何言うのは、風がなんか冷たくなってきたな。日もなんかさっきから、いや一時的に曇ってるだけか。こんにちは。股間はまだ大丈夫です。今日は風が強いです。今乗ってる自転車のスペック教えていただけますか。スペックカメレオンテ3で検索すると出ると思います。あ、でも2012年モデルだからどうかな。確かカメレオンテは2013年にいろいろモデルが変わったみたいなんで、なんだっけ、アセラだったかな、デオレだったかな、マウンテンバイクのコンポがついたあのクロスバイクです。 V ブレーキ、タイヤの幅は 32C、 あの C っていう単位って合ってるんですかね。C とミリって一緒なんですかね。カメレオンテ3、これは何だろうな。なぜカメレオンなのか。お昼ご飯食べました。腹いっぱい。間違った。32野菜炒めライスでした。ロボちゃんを引いた。ご無沙汰です。太い。そう、32シー太いけど、マウンテンバイクから見ると細め。なんであれ C なんですかね、ミリ。カメレオンクラブ。ここは、どこが太いんでしょうか。もう沼田すかな。まだかな。カレーライス。カレー何のことかな。次は佃駅。佃駅。ああ、落ちない落ちない。振られても落ちない。佃、俺もカレー食べてきた。カレー以外にも食べるようになってきた。また来た。4回目。うん、今日ずっと上りです。ちょっときつい登りと、あの緩い登りとか、あの繰り返しというか、交互というか。イギリスだと C って言うんですか。キャベツ派。前北海道にいて白菜系の野菜炒めが出てきてちょっとびっくりした。これは上越線です。上り、いや、そんな打ちのめされたような感じにはならないですよ。まあ体調悪いと打ち上げされますけどね。明日も、あ、でも明日は電波あんまないんですよ。明日はですね、明日はあの東久引っていう地方を走るんですけど、電波がもうほとんどなくて、明日は多分録画するだけして放送はしないんじゃないかなと思います。後半はこれ左に行ったら、駅には行けるけど市街地には行かないんだな。沼田市街地に行くにはこっちの上に行かざるを得ないのかかな、違うかな。まだ全然そのとこじゃないな。失礼で、あ、つったるって向こうの方の駅ですね。駅はちらっと見るか。この絵は何ですかね。これは地図というかイラストですけど、なんだろう。そう、明日は後半多分放送できないと思います。天ぷら行かないの。天ぷら、何すか天ぷら。ロボさんの放送が今こういうところ楽しみ、唯一は
楽しみがなさすぎでしょう。それは沼田田園プラザ、田園プラザがこの先にあるんですかね、沼田ってことは。沼田はなんかそこそこの市街地に見えましたよ、地図から地図で見ると。まだしばらく先ですね、沼田。久しぶりだ。そう、1ヶ月半ぶりです。家にいながら外に行く気になれる。お餅的なイベントとかあるの？お餅は今日はもうそもそも腹に入らないですね。夕ご飯まで腹すかせないと、もう夕ご飯も食え。おう、これはあ、本当に無理だ。道がない。もうちょっと頻繁に配信できないの？配信に自転車で走ったら大体配信するんですけどね。これダメだ。うわ、これ行き止まり、行き止まり状態。通してもらうとかそういう話じゃないですね、こりゃ。どいてください。どっから行きゃいいんだこれ。おっとっとっと、どいてください。うん、これ人んちだよな。ってことは、あれ、駅に出るにはどうすればいいんだろう、これ。これ道じゃないですよね。西へ行け、夕日が見られる。本当に上の道から降りなきゃダメなのか。これは辛い、封鎖された。あの道がなんか掘り返されてる感じでした。灯籠にも通れない。ガス屋さんに聞いてみよう。なんという、笑。うん。じゃあこっちから、うん、URL 省略、イカ略、ちらほら見えるピンクの木は八重桜、せっかく八重桜、あ、どうですかね。やった、いい。うわ、結構な坂ですね、これ。無駄足になっちゃった。無駄足、いや、そのために降りてきたわけじゃなくて、どっちしろやった。行って車どかしてもらえばいいじゃん。いや、車どかしてもらっても道がないんで。坂道辛いわ。和骨？群馬か。結構な坂ですね、これは。なんだ坂、こんな坂。群馬県です。群馬県。ひらがなで。日野さんなら、ここらで軽トラ来て乗せてくれるパターンだな。日野さん。やった。ダンシング好きですか？ダンシングは、前差すなしのクロスバイクだとどうもうまくいかなくて。群馬はまだ時々戦争中ですか？ダンシング、戦争中だったのか。群馬とカロボさん走行しないと。はあ、押して歩くことはないの？あ、押して歩くこともありますけどね。まあ大体はゆっくり乗って登ってます。空後半の予定も決まってるんですか？後半はですね、直江津から多分西に向かって、で、あの、能登半島の方に久しぶりに行こうかなと思ってますが、でも考えたら新潟方面に北上したこともないような。新潟は佐渡島に渡るときに市街地に一泊したことぐらいしかないな。私のプライドはそのぐらいは、あの、柔軟にできているので、柔軟プライド。ジェンキンスさんに会いに、白石だっけ、ウボの町。白石ですか、白石。担いだこともある。そう、担いだり。能登半島で温泉巡りですね、わかります。やっぱこっちの道飛んでよかった。向こうの国道結構車多いな。いや、あれ有料道路かな。確かこの辺り、県道、国道と有料道路が3本ぐらい走ってるはずです。向こう、あの、でかい車いっぱい走ってる。あれは関越かな。寒い？ちょっと寒くなってますね、風が。私はこの辺はまだこれからかな。そんなに標高高くないですよ、ここのあたり。今夜の宿は？今夜の宿は谷川ラズベリーユースホステル。ちょっとペンション風なユースホステルです。自転車で走ってレジェンドになって。どこ？あ、有料道路。あんなとこ死んでもごめんだな。まあ殺すって言われたら走るかもしれないけど、
あんなところ走るのは楽しくもなんともない。そう、山の色がいいですよね。映ってますかね、この色。あ、止まってます。おお、いいな。トムトナイ、サングラスしてる？サングラスはしてないです、普通のメガネ。サングラスすると威嚇度が上がるのと、宿泊はまあ5000円前後ですね。威嚇度が上がるのと、あと黒、暗いところに入ったときに、私はもともと鳥目っぽいんで、危なそうだし、宿は、私はなんか高級なところは、上等なところは、ちょっとなんか地元の無料の自動車なんていうんですかね、宿の人が、お客様、神様的な対応をしているところが、少し居心地悪いんですよね。宿の人と一緒にご飯食うぐらいのところがいいですね、一番。宿の人と一緒に飯食うっていうのは結構なんとか経験あります。その5000円ぐらいのところがそういう感じのところが、まあ一緒に飯食うはめったにないですけど、そのぐらい気楽なとこ多いんですよね。まあたまに大変質素なところもありますけど、それはそれで面白いです。宿のおかみと一緒にお風呂？お風呂、子供か。イエローのレンズだと可視光線灯借りついよ。イエローか、トムト電波良くないですかね。治った、治った。右側に崖が迫ってきてるから、あまり電波良くないかも。乙女と会いに行かないの？乙女と、なくはないですけどね。現地妻探して。現地妻ってそもそも国が海外とかの話じゃないのかな、ね、国内でそんな現地妻みたいな話はあり得るのかな。 あれって経済格差みたいなのが前提になりますよね。おう、向こうの方がなんか双雲鏡みたい。なんか崖が、上の方に木も生えてない崖がありますね。いい、うん、山のやっぱ色がいいな。え、なんていうとこって、なぜ、かなりいいとこだと思いますよ、ここ。水の音？風の音？うん、下のあれ、川の音ですね、ザーって言ってるのは。結構な登り、渓流の音。今登ってまた下りか。うん、渓流、まあ普通の川ですね、浅い川。世界の群馬、世界のロボさんの様子で毎日見てます。毎日ありがとうございます。そういえばメールでピントはですか。ああ、どうだろう、微妙ですね。さっきピントは手動で無限遠になっていることは確認したんで、多分ピントは間違ってはいないと思います、設定は。私の町会議、そうそう、会議は会議してるんですかね、本当に。議題があるのか、議題が、まさか。あと袋とかあるんですかね。あ、 YouTube の方はあれは配信の画質とはまた別です。今これ配信しながら別に GoPro ってビデオカメラで撮影してるので、ウェブカメラと同じ向きの映像なので、 YouTube の方は後から綺麗な映像として上げてるものなんですよ。で、それにコメントとか地図を重ねて、で1日分1週間ぐらいかけて
あの編集してエンコードしてアップロードして、蜜袋、あ、蜜の袋ですね。なんだっけ、堪忍袋だと何の袋があるんだったっけ。確か堪忍袋あったんじゃないかな。そう、カメラロジクールの C905M だったかな。ロボさんの業務内容の会議しましょう。業務内容、ロボさんは空気入れ自転車のどこにつけてますか。空気入れバッグの中です。一応あの、トップチューブの下につけるアダプターあるんですけどね、足に当たったり担ぐとき邪魔になったりするんで。あ、延長どうだろう。最初の30分だからな。よっと、個室は場所に、あの、ユースホステルによってはそれができるところもありますね。今日行くところはどうかな。あ、で、延長は、延長は、あ、行ってない。じゃあ手動延長、危ないな。じゃあこの先できない可能性があるな。怖いな。一応これで30分 の終了作業は ないと思います。ちゃんとツールの方で認識したんで。ちゃんと、じゃあもう言わなくていいよ。じゃあ言うなよ。よし、今手動延長しました。これから30分ごとにやんないと多分切れるな。あ、今通りましたっけ。今通った車がなんか通ったの意識してたけど、あ、なかなかの景色。やっぱり時期がいいな。風の音、そういう不思議な桜は咲いてませんよね。桜ないですね。この辺りの木、これ柳系かな、違うかな。自動の延長、できなくなっちゃったんですか。たまに動かなくなるんですよ。崖だね。崖ですね、向こうの方。今自転車乗ってしなかったっけ。そう、尊敬似てますよね、これ。尊敬もっとあのでかくた縦長い岩が上の方にあるけど、ちょっとミニ尊敬みたい。うん、ゴールデンウィークの前半中です。3日間、まずは3日間です。紅葉でしょうね、多分この感じだと。山の方もあの杉林じゃないから秋は綺麗なんじゃないですかね。工事現場のコンテナハウス買って山奥に引きこもりたい。向こう岸公園、あれって快適なんですかね。向こう岸公園、フリー。画質が残念、ディスじゃないよ。画質残念。 YouTube に比べたらもちろん全然違うのと、電波弱くなると FMLE でもさすがに厳しいですね。第2弾はどちら方面へ行く予定ですか。第2弾は続きを走ろうと思ってます。お仕事、おう、31がお仕事です。そうです。さっき映ってたやつは、うん、だと思うよ。あ、コンテナですか。休んで連休にしないのか。ん？あ、連休にしませんでした。そこまでの勇気はなかった。あ、というかできないな、仕事上。確かここら辺って休校が1日頃に休めない、1日とかは休めない日なんで。わら、キャー、お化けが出そう。お、あ、駅がついてると連休無理っぽですね。駅がついてると、駅、最近 iPad が欲しくなってきました。 iPad、 私 iPad 持ってるけどそんなに使ってないな。おう、今日から休暇、雪あるな。あ、トンネル大丈夫でした。やっと、私がやった。おお、やっぱり向こうのあれ有料道路かな。お、ガイバッテリー切れた。交換だ。
バッテリー交換します。iPad だとニコ生でコメント打てない。 iPad そうなんだっけ。バッテリー大丈夫。バッテリーはもう一個あります。どうやったらできるの。どうやったら、これツールが出してくれてます、パソコンと連携して。5日からの5連休。しかし結構早く切れたな。2日から5連休。2日は何曜日だっけ。5か6かどっちだったっけ。これです。サドルはなんか早いですよね。9時半にスタートしたから5時間か。あーでもそのもんかな。木金土日月なんで、うん、5日5連休ですね。何に叩き落とす言うな。あ、そうだ、GoPro で思い出したで思い出したって今 GoPro って言葉出てきたっけ。あの GoPro のヒーロー3がですね、これファームウェアアップした後に初めて今日使ってるんですけど、午前中に 3,4 時間使って外部給電してバッテリーのメモリが1個も入ってなかったってことは、もしかしたらバッテリー問題解決してるのかもしれない。外部給電しても充電が落ち着かない状態じゃなくなってるのかもしれない。でもなんでそうなるのか理屈的にわかんないですけどね。私がフリーズしたところはこの間映ってましたね。もしかしたらこれは完全に治ったのかな。あ、治ったというか、あのただ期待通りの動きになったのかな。 GoPro3 は小さいですよね、薄い。ただケースが重くなって合計重量はわずかに増えてるっていうのが残念。どっちしろ私は裸でマウントしてますけどね。ネイキッドマウントっていうのが出てるけど、それよりもさらにネイキッドな感じで。この辺りいいですね。車もあんまり来なくていいな。イエス。こういう雰囲気好きだな。なんでコンツアーでダメなの。コンツアーの方はちょっとお高いのと、あとコンツアーはですね、あの外部給電しようとするとなんかいろいろ工夫しなきゃいけないんですよね。シガーソケット充電はできるんだけども、普通の USB つないだだけだと充電できないんでしたよね確か。のあたりも面倒そうだったんで。自転車のタイヤに発電機つけてるの。発電機はついてないですが、アンドロイドだったら風のおかげで持ってる、うん、風のおかげで持ってる。あ、もやってのあの空気がですか。シガーソケットってロボさん車持ってないよね。車持ってないです。ネイキッドカウボーイ。だから USB 充電、 USB で給電したいんですよ。 GoPro はなんかそれが、あとなんか後ろの蓋開けっぱなしでやらなきゃいけないんですよね。まあ GoPro だって別にあまり買わないんですけど、まああとは実績とかかな。確かにあのコンツアーの方が形はかっこいいですよね。江戸時代からある街道っぽい道だ。うん、どうしたい。あ、またこれ上越線が、おお。町会議。レンガの柱。あ、そうそう、レンガの足、橋脚ですよね。あれも結構古いっぽいな。群馬町会議。で、沼田まではまだ結構あるか。天気いいです。GoPro4 に期待。GoPro4 は出るかな。いつ出るかな。でも3がこれ充電問題が解決してるんだったら、私的にはほぼこれでもう安定しますね。中式戦車も今日はリナッシング。人丸式は見たかったな、確かに。お店がないね、不便そう。でも形から言うと7様式の方がちょっとかっこいいと思う。で、7様式は確かこの間大洗に来てたんですよね。群馬に電波があるだと。ロボさんは昔の電車が好きなんだな。村人がいないね。車、あの食べるとこなさそう。わら、食べるところ
確かに、あ、でも沼田はあるんじゃないですかね。沼田まで行けば。あと私の後ろのバッグには今まんじゅうがまだ詰まってます。焼きまんじゅうとノーマルまんじゅう3分の1ぐらいが。どれほど。ラブライブでは、ラブライブでは、じゃあさやかさんが好きです。さやかさんって人いますよね、きっと。花子さんとかいないかもしれないけど、さやかとかいう名前だったらいそうな気がする。今は山越え大変そう。あれ沼田城に今これどれだ。前3枚のうちの一番重いやつ。後ろは結構軽めしてますね。お昼は何食べたんですか。お昼は野菜炒めライスです。多分いない。いないですか。さやかさんはいないか。ちょっと一度センターだっけ、ミドルとセンターどっちか分かんなくなる、いつも。ロボさんがハワーと興奮しております。トイレ行きたくなったら困りそう。トイレか。男はまだマシですけどね、いざとなったら犬のような真似ができるから。女だとそうはいかないですよね。夜中の山道走ると楽しそうじゃない。夜中の山道。ダンスアンドパンターの戦車は、私は T34 かな。ね、いや、もともとがそうなんで。女でも余裕ですよ。女も OK でしょ。こんな山奥から。そうか。ロボさんは実は女なんです。ワンワンスタイル。だったのか。主人公チームだとこれっていうのはないな。おかま？あ、でもあれだ、89式が挙動で可愛く見えてきた。挙動で。だいたい一人が多いですね。今日は5,500円しないはず。5,500弱ぐらいのはずです。お。なんか金網にしがみついてたあの人なんだ一体。あと、あ、なるほど、そういうことか。分かった。こっちから見えるかな。何やってるかやっと理解できた。あそこに人がカメラ構えてますよね。でなんか規制が聞こえてくるのは下からです。ほら、あれですね。すみません、横から撮らせてもらいます。ライン下り、ライン下りというか普通にボートツアーみたいな感じですね。みんなが漕いでます。川下り。ミンチン先生って誰だっけ、聞いたことあるような気がするんだけど。漕いでる漕いでる。さあ、ロボさんも渡ってみましょう。だってこういうところでこの新しいカメラの解像度が。ラフティングっていうんですかね、あれ。ラフティングや。びっくりしたね。あの人はそれ撮影する係の人かでしょうね、多分。待ち構えてたってことは。マーキングだ。溺れろ。溺れろ。またそれストレートな悪意ですね。棚下不動の滝。さっき滝があったっけ。で、多分向こうが国道でこっちが県道だと思います。水量いきなり多くなった。うん、水量、あと峡谷になってきてますね。水面までが高い。ここであの自転車事件を再現見てみましょう。あの自転車事件、あのってなんだ。ウイリー事件とかじゃないですよね。ん、何の階段。あ、ドアイ駅。ちょっとまだ考えてます。
自転車はクロスバイクです。クロスバイク流されれば帰ってしまう。宿に着かない、まあ、宿はいざとなったら電車で移動もできるんですけどね。本数少ないけど盗撮で訴えられるぞ、うん、訴えられる。のどかでいいな。あの距離でか。そうそう、盗撮とかいうのもあの本当にラインが微妙ですよね。どういう風に撮影したら盗撮なのかとか悪意があるとか。で私は自分のアップする動画ではタイヤ 32C です。アップする動画では私が直に話しかけたり話しかけられたりした人と、あとあの画面内に結構長時間映り続けてる人っていうのがあの覗き対象です。え、真面目に今どれ真面目に答えすぎた。盗撮は本当になんか盗撮というかどこまでそれ気にするべきかっていうのは難しいな。世の中はみんな私みたいに顔面フリーになればいいのに。撮影は微妙、うん、取り込むですよね。まあもちろん明らかな盗撮っていうのも旗から見て分かるっていうのもあるんですけど、境界線っていうのは微妙ですよね。テクノロジーの進化で盗撮は余裕になるおかん。今時点でも隠そうと思えばいくらでもできますよ。今日は60キロぐらいです。ロボさんの動物は馬ですね。返しなんか乗り心地そうですね。走破性とかもありますね。あとマウンテンバイクに乗り慣れてたんで 32C ですら細い。本当は 40C とか欲しかったんですよ。今あと履いてるタイヤはシュワルベンのマラソンってやつです。パンクしやしね。スカットもうやられ、うわ、ここも鉄橋二重になってますね。いい景色だけど道狭いね、うん、ダートはたまに立ち沿いですか。自己責任で V ブレーキ、あ、これ V ブレーキですよ。だからまだ 40C はつけようと思えばつけられます。ただどんどん重くなるのとなんかいろいろ妥協した結果が確かこれです。さて狭っ。お化けさてこういうとこでこれは撮れるかな写真は。おお、映る映る。さすが1型なんどっちだっけ、シムフカ CC でか1型の撮像素子。おお、そう。抜けるとそこはトムト、狭い。やった。トンネル効果。さすが無電波が。トンネル効果。量子効果ですね。その時前方から大岩が、あーって叫びたくなる。うん、速攻止まった。わらわら。ワープ来たるね。まだダメかな。お分かりいただけただろうか。まだ復帰しませんかね。動いた。あ、動きました。モナコのトンネル。モナコ。どっから更新する勇気、変な更新だ。更新でロボさんのもトンネル、んのもトンネル。うわ、こっち車全然来なくていいな。と言ったら来たけど、向こうの様子に比べると僕も車体木造なんですが、こっちの方がはるかに良い。ライト、私のライトはオーライト T、 オーライトっていうメーカーの T25 かな。オーライトは確か O-LIGHT だった。 O-LIGHT じゃなかったっけ。
の T25 っていうモデルです。その中にもいっぱい細かいモデルあるみたいですけどね。うん、利根川です。ここは奥利根湯煙街道、奥利根湯煙街道。自動で戻るの期待。あれまだ戻ってない。あ、昭和村。確か四国の方に土佐昭和とか土佐大正だったっけ、なんかあの年号っぽい、元号か、元号っぽい名前がついた駅がありますよ。あっちも昭和村じゃなかったかな。これはマグライト。マグライト、私のもこれマグライトみたいなもんかな。自転車用ってわけじゃないんですよね。しゃあない、更新するか、おらー。復活してるんでしょうかこれ今。お、ここはダムか。あやっとダム。なんだこれ。ダムらしいんですけど、なんか通路がいっぱい。少ないのは 700C と同じサイズですよね。で、私はマウンテンバイクは今買いたいなと思ってるんですけど、26インチをまた選ぼうと思ってます。現在地は奥利根湯煙街道。あ、そうそう、ジェントスの線がもう今定番ですね。あれが値段に対してえらくは買えるらしい、安いのに。何かの実験場。いや、これダムみたいです。あやとダムって書いてあったと思う。あ、こっからのがよく見える。でもなんかあれですね、あの取水場とかの施設に似てますね。玉川上水に流すところとか、あの水入れるところとか、羽村関のところ。秘密組織の基地です。悪。これはどうだろう、ダムの範疇に入るんですかね、ダム好きな人から見て。そう、釣り堀レベル見ますよね。長井食堂に追ってください。あ、長井食堂途中にあるんですよね、確か。でももう昼飯入んないです。後ろのバッグの中のまんじゅうもどうしたもんか。沼田市通ります。沼田市の中心地は一応通るようにルート引きました。ちょっとあの線路から登っていかなきゃいけないんですよね。あれは本当にダムっていう感じなんですかね。池の中にマジンガか。まあ多分時間的には大丈夫かな。浄水場、いや、というわけではないと思います、さっきのは。ため池っぽいね。うん、ロボさんのダムはまだ大丈夫、うん、私のダムは大丈夫ですって言った途端にトイレがあったな。あれって公衆トイレなんだろうか。新緑いいな。心のなんだっけ、井戸っていうのがありましたよね。心理的な言葉の中に、心理学系の言葉の中に。井戸はなんだっけ、無意識だっけ。よっと、まだ腹が苦しい。ロボさんはインテリだな。夏系でしたよね、長い食堂は。今の時期が緑が燃えているよね。フロイトと水がね。フロイト。あ、井戸の話ですよね、井戸。カタカナで井戸。カタカナでってこともないか、日本語の。日本語というか、日本語じゃないってことですね。本当この時期の山の色はいいですよね。パステル系で。もうちょっとしたら、緑色が濃くなってくるんですよ。それもまた綺麗。帰るのは明後日です。え、聞くですか、さっきの。なんか肥料のツンとする匂いがする。多分さっきの芝桜じゃないかと思います。白沢昭和っていうのはどこでしょう。仕事公務員どうかな。
そうだったかな、そうだったかもしれない。どんだけコンビニないんだ。コンビニはこの先あるかな、沼田市街あるかな。でも前はもっとコンビニは少なかったですよ、各地方で。それだけに北海道に行って、どんな小さな町とかにもあのセイコーマートがあるのを見てすごいなと思いました。あとセイコーマートといったら100円パスタ、1食100円でなんとかなるよっ。それ、セイコーマートの話かな。北海道中心のコンビニのチェーンで、北海道ではもう向かうところ敵なしな感じです。あと茨城の方にもいくつかあるんですよね。夕方閉店とかあったな。夕方閉店って北海道しかないの？いや、北海道だけではないです。 Z さんは？ Z さんは今北陸かどっか走ってますよ。コンビニは時代の皆さんで、はあ、人口物のバッキング配信中、はあ、あ、やってますね今。鯉のぼり、はあはあ、やった、はあ、そう、人口パッキングの初見プレイなんかはかなり勉強になると思いますよ。セイコマ九州は多分ないんじゃないですかね。あのなんていうか、なんていうんだっけ、あれは工場からそういう品物を供給する仕組みのことは、まあ、その補給線を九州で確立するのは別にやんなきゃいけないだろうから、配送センターかな。今はホーマック、北海道出身、北海道発祥のホームセンターですね。あと薬がどれだっけ、ツルハドラッグかなんかは北海道なんでしたっけ。ドラッグストアが九州にはコスモスがある。コスモスはコンビニでしたっけ。東北にもあるね、ホーマック1人、ホーマックプレミアム1人学校に参加しました。もう群馬に来るのは今日が最後、群馬、今回の旅行だとコスモスは今日と明日の朝だけですね。過去に群馬へ何度も来たことあります。特に面白かったのはあの上信電鉄っていう高崎から下仁田までつながってる線路沿いに、2年前かなに走った時です。はあはあ、2年前だっけ1年半前だっけ、なんかそこいらへんで。ビジネスか。コスモス、はあ、コンビニでコスモスなんですかね。1人、プレミアム1人がコミュニティに参加しました。下仁田なんてちょっと前に見た感じがする。下仁田は去年でしたっけ、去年の1月とか2月でしたっけ。あ、そう、確かあのどんど焼きやってる季節だから1年ちょい前ですかね。うん、危ない、ネギは結局食べてない。危ない、そうそう、弾薬の量がどうとかっていう自衛隊的機密情報をあのたっぷり教えてもらって、詳しい人によるとその情報はやばいらしい。何桜ですかね。こ
これは椿じゃなくてサザンカの方かな。花びらが落ちてるから。沼田はほとんど見ないよ。あ、見てないですか。まあ特に補給の必要はないので大丈夫だと思います。まあ沼田市街を見ていこうかなと思って。登るね。なんかそんなに急激な坂でもないのにきつい。やっぱりなまってるんですかね。1ヶ月半で渡れる橋が近くにないから無理ですね。あ、橋の、あ、違うか。だったらまあいいかな。別に入ってくわけじゃないし。向こうの車が多い国道の方ですかね。でもあっちの国道だってこの先ドアイのあたりでも道が途切れるので、輸送してるかなんて、輸送してるには17時ぐらいに着くとちょうどいいけど、どうかな。延長来ない？あ、そっか、延長か、ありがとうございます。そうだ、多分手動でやらないといけない。延長来たかな。来てない、あ、来てないっぽいですね。手動延長。30分延長しました。ロボさんお久しぶりの人、久しぶりです。延長。よし。ちょっとお茶。まだ気温が高くないから。風強いね。あの麦茶が。あ、いや、特に合流予定はないです。この麦茶の美味しさがまだカーっていう感じになるような気温じゃないですね。もうちょっと暑くならないと麦茶の真の美味しさに、美味しさが味わえない。車じゃなくて私車運転できないんですよ。免許持ってるけど車幅が全くわからん。もう20年ペーパーだったっけ。ミネラル麦茶美味しいよね。だから免許があるからって私に運転させたりしたら巻き込みますよ。これ子育て保育園っていうのかな。どこで川を渡りますか。川、いや、アルコール入り基本的にはずっとこっちで、沼田もこっちですよね、市街地は。今アルコールがなんとかって取れるんだったら取っとこって感じ。取れる、そうですね、身分証明書として。美人との出会いがあったらいいね。そう、美人との出会いが。マウンテンバイク買うならスペ車が一番いいよ。スペ車か、ロックホッパーのあたりですかね、私が狙うとしたら。それも一応調べました。うわ、さんは自転車配信のプロ。プロ、これで食っていけばいいけど。すごい木だこれ。雲昌寺かな、これの大欅か。なんか黒く焦げた感じの木が内側にあって、船舶か。あ、あの釣りとかで、釣りとかで使うためですかね、船舶は。あ、そうだ、この新しいデジカメのパノラマも使ってみよう。ムラムラ、常にムラムラしてます。他の木と関係したのかな。こう、こう、違う違う、こうで下方向に向かってパノラマ撮影。この木何の木になる木。どうだ、ストーク取れたかな。女好き、女好き、ちゃんと生きてるんだね。まあ、パノラマとかさすがサイバーサイクリ。パノラマ、最近のデジカメついてますよね、パノラマ。ただ液晶で見たってわからん、これじゃ。そう、なんか大欅ってやつです。デジカメ買い替えたというか買い足しですけどね。パノラマの向きを今自由に設定できるんですよ、この機種は。ソニーの DSC-RX100 です。
今のコンパクトデジカメの中ではえらい評価が高いやつです。発売から半年以上経ってるのにまだ品切れがあちこちで起きてるっていう。最近のカメラは賢いですね。カメラは、まあ、Wi-Fi とかついてると iPhone と連携できてよかったんですけどね。うなんか車のミラーにブラが引っかかってたように見えたのは気のせいか。今日からの3日間は野宿なしで行きます。明日の宿ももう実は予約してあります。あれ風で落ちたんじゃないかな。で明日の宿は三章ハウスっていう、3つの省略の章にハウスで三章ハウスっていうところに明日泊まる予定です。そこも1泊2食で5,800円で、食事もなんか地元の山菜とかいっぱい使ってやるっぽいです。風は今はちょっと瞬間的に止んでますけど、まださっきまで吹いてましたね。自転車配信は協会員の他配信コーナーとかに出てほしい。3回反省、ね、外配信コーナーっていうのがあるんですか。3回反省しないと何かそういうのがあるのかどうか知らないですけど、あと近くにですね、夢の家っていう宿もあって、そこはなんかなんだっけ、なんか夢、あの何かこれこれいう夢を見るためになんか手続きをして、で寝て翌朝見た夢をなんか書き出すという体験やる前提の家みたいです。あったらいいのか。なるほど、あるわけじゃないんですね。自転車配信とかもあのイヤホンの話とか、あと交通安全の話とかでグレーなとこあるでしょうからね。大っぴらに寄せないのもあるんだろうな、多分。車もあの事故の時の動画があの叩かれたりして、その全面的に押したら押したで面倒があるんでしょうね。花粉症はなんか今年3月頃に、そう前回だよな、あれ3月に一時行った時には花粉症っぽい感じでした。でもそれ以降治った。今全然なんともないです。来年発症するかどうかですかね。ゴールデンウィークは今日から3日間で2日間働いて、その後5日間休みです。で3日で直江津ってとこまで行って、で次の面倒が、でもなんとなくわかる。こんにちは。吠えない、かわいい、小さい虫。小読みプラス1日ですね。センター休日が中日の、ちょっと写真撮らせてもらって、おとなしい、片身折れてますね。毒イヤーですね。いいですよね。あとは風がなければなって言った瞬間に、素晴らしいですね。愛らしい。ジュース今日は飲み物はたっぷりあります。柴犬かな、ちょっとあのどうも長かった、混ざってるのかもしれないですね。雑種でちっちゃい花がいっぱいだね。花サイクリング中のワンワンは少し元気が出る。犬が、私は大体吠えられますよ。で吠えられないと若干違和感を感じる。あれなんか水が降ってきてるような、あれ水が、うん、あれなんか今ちょっと水滴がいくつか落ちてきたように思ったんですが、鳥か、鳥の落下物かなって感じでもないよな。鳥にかけられた？いやー、なんだろう。あ、またいる。こんにちは。おう、そうそう、こうじゃなくて、こうでないと。水が。やっと吠えられた。
水がワンワンをやっぱり吠えますよね。トラフジ神の船長痛い通りわらわらわらワンワンワンを吠えられて嬉しそうわらやっぱりね、うん、やっぱりやっぱり浄水爆弾投下おじさんのくしゃみこのド M 名、うん、わら威嚇吠えない犬は犬じゃないワンワンをわらわらワンワン仕事するねちゃんと仕事しましたね。でも今はやっぱりじっと 見られると吠えるものなのかな。怪しいから吠えるよね。怪しい。まあこの格好ですからね。なんか普通の人間にないものが頭についてるから。ああ、そこそこ民家多いですねこの辺りは。でも店は全くないな。あとこの家は2階がもう荒れ放題みたい。ん？何がフォロー？ちょんまげサイクリスト。ちょんまげ。ちょんまげっていうレベルかなこれ。オプーナロボさん。そう、オプーナ、あれも何から発祥したキャラなんだろう、2ちゃんの。どういう経緯で。それ言ったら大体の2ちゃん的なキャラの経緯知らないですけどね。荒巻なんとかとか。左、ああ、そうですね。これはなんで左に行くようにしたんだったっけ。ルート引いた時の意図が思い出せない。オプーナはゲームのキャラだったかと。あ、ゲームですかあれ。その頭になんか生えてるやつなんですかね。なんでこれ左に行くんだったっけ。水沢の辺りで雨降ってますね。荒巻スカルチは向こう側ですね。これは今群馬県のどこら辺ですか。今のちょっと待ってください。これ右に行くと別のところに行くのか。デビースカルの。ああ、そっか、なるほど。これ左に行かないとそもそも水上方面に、あの水上駅方面に行けない。近い橋があるからでしょう。まっすぐ行くと河岸段丘突入。河岸段丘を登るってことですかね。川を渡らないといけないから左。うん、ですね。私はそういう意図でこういうこのルート引いたっぽい。ツバメがえらいうるさいな、あれ。あれツバメかな。うん？これはなんか店っぽいとこだから入っても大丈夫ですよね。JA バンクとかもあるし。あ、また記事の音、声がした。ロボさんは自転車で空飛べるから大丈夫です。自転車で、あ、いなくなった。あ、いるいるいる。あれ、ツバメじゃないか。ちょっとツバメにしちゃ大きい。やっぱ群馬県民いるんだね。県民、あ、いなくなった。ちょっとなんかツバメにしちゃで体が大きくてギャーギャーな鳥がいたんで気になって見たんですけど逃げられました。あ、また戻ってきてる。あれなんだろう。多分知ってる鳥だと思うんだけどな。ルクスってコードもわかるから便利ですね。そう、 GPS モデルによって気圧計がついてるやつと、あと純粋に衛星だけから高さ測ろうするやつがありますけどね。気圧計のやつは最初のズレ補正にしばらくかかりますけど、一旦あったらかなり正確です。いや、多分ここはこの JA 関係の駐車場だから入って大丈夫だと思って入ってきてます。あ、また騎士の声だ。あ、上に上がってきた。写真撮らせろ。あ、見えない。対策してあるはず。うわ、ロボさん放送久しぶりに見るわ。そう、あの一月半ぶりでございます。あれ、これつぐみかなんかか。まあいいや、帰ったら調べよう。一応あの距離でもこの高精度、あの解像度が高いカメラで鳥はなんとなく鳥の形は映ったんで、色とか。
もう年だから町会議のノリについていけん。町会議今から行きますね。仲いいですよね。大好きです。無と部買ったらカメレオンってはどうするの、うん、カメレオンってはマウンテンバイクメインにしたら誰かに譲るかもしれないです。で今あの狙ってんのがあのセオサイクルにて在庫調べ在庫というかニュースできるかどうか調べてもらったのがあのメリダのマッツ TFD MATTS の TFD だったかなの TFS だっけ TFD だっけ TF なんとかの土地勘あんまないです。 GPS 任せなんでおやつかまだTFS かなんかの900とか500とかの上位モデルの軽いやつが10万前後であるんですよ。ただあれリアあのエンドあたりについてる穴がリアキャリアで使える穴なのかどうかがわからない。なんとなくあのリアキャリアの M5 のサイズのネジ穴じゃないように見えるんですよね。あロードは持ってないです。折りたたみの MR4 を持ってるんですけどフラットハンドルに改造してもらいました店で。ん？何カーボン？メリダはなんか今メリダのサイト調べたら宮田の中に入ってましたね。まんじゅうまだ入らない。でも焼きまんじゅうがあのタレがあるからどうしようかなと思ってるんですよね。今日中に食っといた方がいいんじゃないかと。さて渡るか。あ、向こうの方結構奥もあるな。しばらく道の駅とかなさそうだな、うん、道の駅は確かこの先にもあることあったんですよ。でトンネルより手前にそこに野宿することも考えたけど、あの、あ、本国のあの調べてみると、あ、調べてた天気予報見てみるとこの辺り夜の最低気温が5度とかになってたんで、これは凍えるなと思って宿取りました。お宿でチンしてくればいいよ。宿でチンしますかね。人に分けるってほどの量もないしな。でも焼きまんじゅうやっぱりあの あんこなしの方はあのスパスパ食えましたね。スパスパ。んジャイアン。わあ。この辺り町ですか。でこれなんかあの車のなんていうんだっけこういうのウェイストランドだとあれなんだっけ。今からは星空が綺麗ですよ。あ星空今日夜どうかな。晴れたらいいんですけどね。結構綺麗なのがある。私みたいな一人旅の人は結構会うことありますよ。あの3月に行った西伊豆の BB ロードっていうとこはあそこでも珍しいことらしいんですけど一人旅の人間がえらい集まっちゃって他の人はみんなバイクなんですけどね。バイクの一人旅の人が5人ぐらい集まったのかな。私の一人旅の自転車の私以外にロードいやロード否定派じゃないです私は。だからキノコタケノコ論争みたいなのはやっぱりあー今日ですか。風がまだ冷たいな。で明日から行く東久比木地方っていうところもゴールデンウィークでもあの年によっては雪がえらい残ってます。今年も残ってんじゃないかな。でバイクがなんてなんてほらこの間あの配信あの BB ロードでの配信はなかなか盛り上がりました。宿配信めったにでやらないんですけどあそこではできたので269っていうのはどれのことでしょうかね。うあ、沼田市に入ってるっぽいドロップハンドル。うん。昨日満月だったんですか。
でブーマーですが、パスポートは持ってきましたか？パスポート。パスポート使わずに入国してます。あ、この道ですか。今のところ右の方が良かったかな。この先、この道は、さっきの右の道と、合流は、しない。右、すいません。ですか？右の道行くと、段丘の下に行っちゃいますね。一本旧道に入りたい感じですね。でも右の方はあれ、下に降りる道でした。ドロップハンドルって猫背になりそう。猫背、いや、猫背とはまた別だと思いますけどね、あの姿勢は。そう、さっきあの車来てないかなと思って道の半端なところに止まってしまって気づかなかった。あれは 100% 私の方が悪いですね。車がジュンジュン丸、怖い。ジュンジュン丸、そういやツイッターで激おこぷんぷん丸という文字列がやたら流行ってるんですけど、あれは何なんでしょうかね。最近配信で怒ってるのって聞くの、おこなのっていうふうに聞いてるのもそれ系統の話なのかな。使い勝手はスマホの方がいいです。ただガーミンは電波がないところでも使えるので。ロボさんはシクロクロスがいいです。おことか流れているよね。シクロクロスもドロップハンドルですよね。流行ってますよね。女優さんが、そういうとこなのか。ホモもよく見るな。ロボさんはパス犯罪です。ガーミン持ってるけど、包囲力ないとかの方がわからなきかやく。女子高生の有効語らしい。女子高生の鼻のピュンピュン丸。鼻の、なんだっけ。ロボさん、激おこぷんぷん丸なの？激おこぷんぷん丸というのが流行ってるのは知ってる。今これ段の上の河岸段丘の段の上に登ってるとこか。何割か。そういうニュアンスがあるんですかね、あれは。掲げれば何でもいいんでしょ。激おこすって電動アシストはリンコの時に重くないんですかね。あと野宿すると充電ができない。激怒激怒って呼んだのが始まりなんだってさ。激怒、へえ。なるほど。どうでもいいとこから発症するっていうのは大体そんなもんですよね。一気に可愛くなるな、わら。そんなのいい大人が使ったら信用なくしますよ。信用、そうかな。電気がなくなると使えない。そう、電気が。今も私はすでにこの状態で、電気がないと日もさつきもいかない状態ではあるんですけど。もう読みは激怒って呼んでるのに。電灯とか、わら。とりあえず電気がなくなって、もう走れることは走れますからね。あ、それ言ったら電灯も一緒か。登ってる。坂道。あ、これが沼田に登る道だっけ。多分そうだ。ロボさんが世間に流されてるなって瞬間って何ですか。世間に流されてる。いやいや、バッテリー切れたら電動自転車走れないっすよ。重すぎていかやく。重すぎて、いや、走れるんじゃないんでしたっけ、あれって。そうそう、アシストしてない状態っていうのもあるわけですよね。結構登るな。危なければ歩道に避難してもいいかもしれない。あ、そうですか。確かに車道ちょっと狭いな。電灯は普段から自力で乗ってる。電池は保険のつもり。このことから激坂走行するって言葉を流行らせましょう。嫌だ。バッテリー切れが怖い
ちゃえばいいじゃない。シュタは道路の車道怖いよね。アシストなしでも騒ぐ歩道も少ないか、どう思います。最新電動の威力はどんなもんだろうね。まあ、とりあえず体力的に厳しくなるまでは別にいいかなと思ってますね。思ってます。セグウェイで、ねってなんだ。セグウェイであれ峠越えとかできるのかな。電動は発売された時期でだいぶ意見が分かれそう。最新のはすごい。最新のは規制も変わってますよね、途中から。アシスト率とか上限速度とかもかな。激坂はまる。10万か。前のチタンマウンテンバイクより高いな。走っても乗りで必要なものだからね。うん。和骨60万。何してるんですか。何してるんですか。今ですか。今自転車に乗って歯吐いてるとこです。沼田市街地に向かって上り中。見どころですか。サイクリングロードが見どころっぽい感じだったのが向かい風でほぼ台無しでしたね。ずっと歯吐いてた。できるんじゃないですかね、多分。そういや天気予報だと今日向こう側の方は雨でしたよね。越後湯沢とかあっちの方は十日町とかあれ六日町だっけ。できますよね。電動は漕いでは多分できないじゃないですかね。当たってビビたるもんだろうし。25万か。でも下りで回生充電ができたりですね。欧州もうそれだともうバイクよりスピード出ることになっちゃいますね。あの原付より。その場合免許はなしでいいのかな。ここまっすぐ行ってセブンで休憩しましょう。あ、セブンあるんですか、この先に。あの辺りが市役所かな。白い建物。オンオフは多分こまめにできるんじゃないですかね。ふう。やっと坂道終わった。うん、やっぱ桜散ってますね。これしだれ桜だと思うんですけど、ほぼ散ってる。バスは1日5本ぐらい。日本は速度20キロ以内でしょ。うま、力しいね。え、20? ん?うますか。方々には方々にかな。あ、この辺り少しまだ咲いてるかな。これ桜かな。多分桜。あとこの紫色とかの白とかもあるけど、あれなんだっけ、ボケだったっけ、なんだったか。ボケでしたっけ、あれは。あの白いとティッシュが咲いているように見えるやつ。
違えてた。なじ突じゃないのか。ティシュって、わら、引きを感じますね。引きを、やった。あ、延長の時間だ。です。延長しました。自動延長がなんか動かなくなってますね。ちょくちょくあります、この状態は。今の沼田あたりで残り距離は、あ、1キロ。ちょっと待ってください。今の iPhone でルートラボで今日のルートの進捗状況を確認しようとしてます。現在状況で、今の場所が、どこ走ってんだこれ。なんか予定、場所が違う。現在地の表示位置が違う。40だから、あと25キロないぐらいですかね。もっと思ったよりあったな。健康ランド。そう。本当に iPhone でいろいろとモバイルでできることが増えましたよ。下はマジで。ペース配分もうちょっと早くつくかと思ったんですけどね。残り25キロだから、夕方6時ぐらいにならなつくのは。赤木さんはどっちだっけ？左手に見えてるのは春名山方面じゃなかったかな。確か右手の方に赤木山が見えるはずです。3時半、18時、あったかな？ないか。まあ大体想定よりもさらに遅れますね。登りが今日は思ったよりきついな。大した登りの角度じゃないんですけどね。沼田から尾瀬の行き道、いいよ。尾瀬。カッパとか持ってきましたか？カッパ一応入ってます、後ろのバッグの中に。あれ、路線バスか。続きましたからね。もうなんか緩い登りがずっと続くのは、それはそれでなかなかきついものがありますね。サーロイステーキ700円、すごいな。今日昼寝しなくてもよかったです。想定の十分範囲内です。こんぐらい遅れる遅れる。まあ18時に着けば夕食に間に合うんで。まあ疲れないように。GPS 地図更新は、私はヤフー地図からデータ引っ張ってきて中に落とし込んだりしてますので、落とし込んだタイミングでしか最新にはなってないです。あれ、全国を持ってこようとするとえらい時間かかるんですよね。1週間とか。無料でできます。今のところはできるはず。あ、ただ GPS のバブルの頃ってGPS のファーム書き換えやらなきゃいけなくて、
ある機能の受け付けるデータのロックを外さなきゃできなき外さないとできないので、でそれはもう改造品になるので保証はなくなります。目的地までダラダラ登ってます、ね、あ、そうだ、私はヤフー地図より町の方だ、国土地理院地図の方を優先して使ってますね。今日もそうです。田舎の方になると特にそう。ください、それだと私の体重だと回らないと思います。多分東電だで、店何もないって言ってましたけど、そこそこ市街地ですね。沼田セブンイレブンもこの先あるんでしたよね。ここにあるのはグリーンベル21デパートですかね。広末涼子の映画だな、笑。おう、あ、都会に出た、カチカチ。結構都会ですね。あそこの交差点のちょっと先にセブンあります。あ、セブンが、まあ、ただ買うものは特に今はないんですけど。あ、マウンテンバイク発見。おお、よくできてる。こんにちは。ラーメン屋さんとか創作ダイニング屋さんとか。北陸から見てます。あ、北陸から。北陸はですね、能登半島に行きたいと思ってるんですけど、ちょっとまだどうなるかわかんないです。今のところ決まってるのは直江津あたりというか直江津まで。ここが首都か。ここが沼田市の中心。沼田飲料、何沼田飲料って。あ、といメーカー名か。流してきます。お、いってらっしゃい。リンゴの名産地らしい。リンゴですか。北陸生活あるよね。確か飯田のとこもリンゴが、リンゴ産地でしたよね。大都会だ。富山から見てます。あ、富山、うん、行くとしたら富山通過しますね。あの、ゴールデンウィーク後半で。お気をつけて。いってらっしゃいませ。百均とスポーツクラブ入ったけど、それ以外の店の名前が消されてるって、まさかこれは中に空きがあるのかな。このグリーンベル の, あの上の看板の店の名前がことごとく消されてますよ。ササヤホテルグリーンプラザっていうのと、いや、そこまで全部100貨物です。あるある、バックし、あれなんだ、潰れちゃったんでしょうね。中が開いてるって可能性ありますね。緊張するな。で、さっきちょっと気になったのが、どうですかね、看板ないだけかもしれないけど、これは何だろう。そうそう、ビル街に。これはバー、バーなんだろうか。これオリンポス、なんかすごく古い民家の一部にオリンポスの、オリンポスのか、あのドアが、そうそう、神々が。地下闘技場への、こんなとこにあったらすごいな。だって周りの家の作りがこうですからね。オリンポス、ポス。ウテナ、ウテナってなんだっけ。アニメはあったよな。もともとそれは、その神様の名前があったりするわけじゃないのかな。そっちにホテルあるみたいですね。ホテルなんとかの専用駐車場がある。オリンポス火山とか。あ、火山。オリンポス火山って火星でしたっけ？私が最近読んだ小説の火星の中にオリンポス山は出てきましたけど、SF の中に。とかなんか悪意があるな、ちょっと。ウテナって花かな？花ですか、ウテナって。実はヘルムズの建築なんやで。ヘルムズブ。どこにそのかけらが。
ボランティアセンター、うん、小説、いや SF だけです。 SF は右側にありますよ。右側ですか。富山の、あ、そう、沼田駅っていうのが多分あるんですよね、この近くって。あれ下にある、市街地よりもはるか下にある沼田駅、駅の周りに市街地があるんじゃないんだここは。あ、本当だ、線があった。すぐと忍者スレイヤー、そう、忍者スレイヤー偏りすぎ。また市街地を通過してます。ガリガリ君の気分じゃない、今は結構気温が低いんですよ。一応長袖ジャージ着てきてよかった。いつもこんなものなのか、いからく、どうですかね。じゃあボリボリ君だ。ボリボリ君、あ、食事の店もそこそこありますね、ここは。そろそろハロハロの季節ですね。ハロハロか。でもあの天気が良くて空気が、あのこの間までエラー高かったですよね。また気温が下がってますけど、この間みたいな高さだったらハロハロ系いけるんじゃないですかね。 L さんは今日も練習してます。あ、 L さんでしたっけ、あの輪行の今配信やってる人は。ガリガリのコンポタージュ微妙だった。私コンポタ結局食わずじまい。そうそう、気温とか、ま、あれまた水が落ちてきた。ないよな。今コンポタあるよね。あ、まだあるんですかコンポタ。と霧かかってる。なんかそうそう、霧がかかってるように見えます向こうの方。いや、やっぱり降ってんのかこれ。再販するような売れ行きだったのか。コンポタージーラン。すごい。ミニストップのグレープのソフトクリームって。やっぱりパラパラ来てる。ミニソフトのクレープ。峠は今日は越えないです。水上駅のとこまで行きます。今日はやっぱりパラパラ落ちてきてる水が。あなたと越えたい峠越え。残り20キロちょいで抜けるとそこは雪国かね。わら、うん、あ、やっぱり降ってる降ってる。今見えた雨粒がちゃんと。超えたい開通式、この先もお気をつけて。 ありがとうございます。パッキングに苦戦中。やっぱり最初は苦労しますよね。雨きついな。今ざっと来られるとやばいな。雨対策はあの雨宿りしながらしっかりやらないと。今何もしてない状態だから。さあ、水上と沼田の中間まで雨雲降りてきてる。中間、ちょっと待った、ちょっと待った、それこの先どうなるんだ。この先こっちにさらに降ってくるんだったら、だったらどうするかな。輪行できるんですよねここ。本数はめちゃくちゃ少ないけど。茨城の何時だっけ。ロボさんのことリスナーさんにベタ褒めしといたよ。リスナーさんにベタ褒めしておいた。何の話だ。線路はあの、そうです、左手 の川の方に降りたところにあります。結構段差があるはず。落差が避けて、ちょっと X バンド見てみるかな。いや本当にざっと来るんだったら私は輪行も辞さないですよ。やった。バスで輪行は微妙ですね。雨雲の上 X バンド見れば分かるけどピントですよ。ピンポイント。私も X バンド見る。ベタ褒め勘弁してください。そういうのはそういうの勘弁してください。パソコンは他の配信に迷惑かけるようなことは。新潟、ああ X バンド、これ X バンドのエリアで、あ、当てはまる地域ないじゃないですか。富山、石川でもないよな。新潟、関東だと入りきらないんですよね。ここって今 X バンドの外じゃないですか、もしかして。関口広志のメッシュをチェックしてくるわ。栗駒山？違うよな。範囲外。範囲外ですね、ここは。サッカー少年、ざっと降って、つぶやみそうな雨雲。あ、ですか。近くに駅はあるのかい？
海外だから、うん、近くに行きあります。東電の雨雲レーダーが分かりやすい。雨かしらってこれでいいかな。わらわら群馬じゃないの。あー本当だ、なんか近くにありますね雨雲が。でもこれ西から東に向かってるんだったら通過中かな。ヤンマー、確かにこの先ちょっと上毛高原のあたりに雨雲ありますね。雨雲っていうか雨エリアがありますね。まあ、上馬高原までは行ってみるか。行ったらもう水上までもう一駅なんですよね。まあ雨装備あるし、配信さえ諦めれば別に機材壊れないから。ん？テグ？ん？あ、作業もありますよ、こっちに。どっちに移動してるのか、わからんかった。こっちに今、北に向かってます。あ、雲がかな。ちょっと風よけ。ファミチキ食いましょう。ファミチキは、ちょっとまんじゅう消費しとこうかな。ファミチキ途中まで食った、あの焼きまんじゅうじゃない方。あれ、どこ行ったっけ。雨雲の上を走ろう、飛ぼう、いいぜ、いい。あ、そうだ、イチゴまだ半分以上残ってるんですよね。まんじゅう補充。あれ？あった。あれ？違う、これでもない。イチゴ、わらわらそのまま、わら。そう、まだイチゴ残ってます。食料いっぱい。買いすぎたな、今日は。余って余って。イチゴは多分ユースで食べてもらえるぐらいの鮮度あるよな。ハンガーマック、いや全然なんかその走ってる量が大したことないんで。うんうんうん、うまそうなビタミン源。あ、やっぱり甘い。これお金落とすという名目もあるので甘い。そう、そんなわけです。群馬いちご、そうです、群馬いちご小粒のやつなんですけど、えらい甘いんですよ。やっぱ食い始めると止まらない。イチゴ当たりだった。ジュリイチゴめちゃくちゃ甘いですこれ。アメリカで200円でこれはかなりいい買い物できたかもしれない。ロボさんの人生は甘いですか。甘い甘い。私は人生苦労はしてないと思ってます。多分本当に苦労してる部類に入ってない。イチゴはこれで200円です。安いんですよ。で、ちょっとまんじゅうもちょっと待っとこうかな。うん、コンビニで買った89円のまんじゅうなんですけど。家でもいちご独り占めで食してますか。独り占めでちょっと。でもいちごは今あの白い表面があの白くふやけてきてるような感じなんで、やっぱり長くは持たないですね。あのツヤツヤで光り輝いてた真っ赤ないちごが、うん、雲やばい。もうあっちはそうでもないかな。お客様以外の長時間の駐車は禁止だって、うん、長時間って何分ですか。何分何秒ですか。いちごばっかりだと飽きるを。でもこのいちご本当甘いですよ。駐輪は OK。 駐輪は、うん、まあ、ゴミとかもここに捨てたりはしないので。夏っぽい雲だね。厨房も OK、うん、うまいか、うん、まだ4月だけど、まあ、あの美味しいんですけど、まだ腹いっぱい感がまだ少し残ってるんで、美味しく、あまり美味しく食べられてないな。もったいない。天井が動き出しました。去年は3人見たの。去年は参院は、ウォールデンウィークは去年はどこだったっけ。あれ、どこだったっけ。あの雲が上に来たらずっと雨かも。参院に行ったのはいつでしたっけ。私は話しかけてあげるなよ。いちごですか。いちごは木で食べてます。木で。沖縄か。うま
前か。沖縄は年末でしたね。ほんと暖かかった。ローソンの張り紙思い出した、笑。ローソンの淡路島じゃなかったでしたっけ。ゴールデンウィークは淡路島でしたっけ。去年のグーは雨だったような。淡路島地震あったね。でしたっけ。うん、雨の山口だって。淡路島地震って、何おっさんって私のことか。初老の私に向かって。みたいに敬礼してみてください。わら、おっさん、わら、お客様以外乗ってのがポイントですな。わらわら、なんかぬいぐるみをブラブラさせてましたね。結構大きなぬいぐるみが。まだ大学生だ。なんかぬいぐるみがプランプランしてるのがちょっと可愛かったな。ぬいぐるみがプランプランしてました。プランプラン。男のあそこブラブラ。ブラブラ。話の脈絡が。初老に向かっておっさんはいけません。そうそう。お父さんと家コースは、あ、そろそろ東じゃないや、西に降りなきゃダメか。ありがとうございます。手遅れになる前に。そうですね、これを降りなきゃまずいかな。降りなくても別のとこで降りてもいいけど、やっぱりあそこで降りとくべきか。ありがとうございます。ていうか途中お城、沼田城かなんかの城跡があるんですよ。そこ見ていく予定なんでした。そういえば。まあとりあえずこっちはファミマに寄りに来たってことで店に入ってないけどな。沼田に城なんてあるんだ。確か城跡公園とかなんとかを。ダイヤ細いね。うん、私は細い。危ない危ない。何気にみんな言いたいねん。おっさんって。ハンドインハンド記念植樹。何これ。国際ソロフチミスとトネ沼田。なぜ熊？特になんとかペアとかじゃないんですね。普通に可愛い熊ですね。僕の手に君の手にも木を、なんとか木を一本か。街を緑に、アジアを緑に。動物コーナーですね。一応動物ネタですかね。瞑想ですか。やった。特に熊自体の話には書いてなかったみたいですね。本文の方にいろいろ書いてあったのかもしれないけど。群馬。今日は高崎まで朝列車で来てから走り始めました。群馬、あ、そういや寒さ対策といったらフリース持ってこなかったな。これ以上重ね着しようとしたら雨具を着ないといけない。新潟の方から群馬の方に雨雲がやってきてる。来てます。マジですか。お疲れ様です。宿まで振られずに行けるかな。今寒いよ。あ、こっからか。沼田城って真田さんち。真田さんち、真田さん。結局ファミマ。ファミマのところを曲がるのか。右に、今Uターンしてきました。そっち結構寒いんですね。意外と気温低いですよ、こっちは。半袖短パンというのは、半袖は少なくともちょっと辛い。コグマカロン、コグマカロン、ありがとうございます。宿は飯ついてますか。宿は飯ついてますっていうか依頼してます。しかし人がいないですね。みんなどうしたんだろう。みんな今もう公園の中に入ってるはずですよ。意味不明な建物が多いわ。エンディングロード。もうこれ公園の中だと思う。あ、これ学校の跡かなんかかな。幕張メッセ。マカリメッセは、あ、もしかして町会議そこでやってるって話かな。これ学校跡じゃないんですかね。なんか書いてないのかな。
ちょっと公園からは外れてるね。あ、外れてます、ここ。学校跡、怪しい。一応緑色の中に。公園みたいな感じ。城址公園、多分。廃墟なの。あそこになんか張り紙してありますね。あ、中から声が。体育館か、これもしかして。日本語。中途半端精神。それ別に日本語の熟語でも何でもないな。会議から放送見ている。了解。なんとか小。中途半端。記念体育館。あ、これ体育館なんだやっぱり。記念体育館。今ちょっと中から子供の声らしいものが聞こえたんで。今日もバンビ持ってきたの？ちょ、これズームで撮っとこう。バンビ持ってきてます。バンビあるよ、バンビ。不審者ロボさん。でもこの建物自体多分古い学校じゃないですかね。なんとなくこの感じは。不審者だよ。不審者ですね。やないか。チャリ邪魔ですんな。バンビって T シャツ？そうそう、バンビの、スカキャラクターの。バンビはロボさんが日本で一番似合います。一番、おお、あ、まだ桜が。私は小学校の。あ、まだ咲いてる。行動って言ってたな。公園っぽい。行動、あれ。そしてそこにはなんか、ん？本当にこれ学校じゃなくて、もしかしてお寺さんかなんかなとかな。で、そこにお城が見えてますよ。これ資料館ですね。学校かと思ったらそうじゃないかも。鹿肉を食しました。鹿肉は。鹿肉、あれ？鹿肉ステーキ食ってる時はその格好じゃなかったですけどね。今桜咲いてますね。ちょっとその建物の中に城が見えてるんで撮影して。全員桜です。まだ桜の花びらが落ちてきてます。お花見しよう。やった寺子屋、キュートキエ住宅洋館と書いてありますね。洋館ですか、あれ。会社でお花見した。あ、クマ。どんな罰ゲームだ、花見。なんか言うの。リスナーも桜、熊、動物園。どこ熊？桜咲く前を切る、檻。危険近づかないで、熊。動物園。動物園の柵っぽいけど、月のマグマがいるらしいですね、この中。どうや、熊が檻の中に。本当に今いるのかな？熊冬眠、熊。本当に今いるんでしょうか、この中に。いるとしても多分寝てんじゃないかな。熊つながり多いな。熊って書いてある。さっきの熊これなんですかね？熊、まだ冬眠。熊牧場なのか。牧場ではないんじゃないかな。あ、これは この建物のこの旧産方家住宅ってやつですね。新緑と桜いいね。ノックしてみよう。ムツゴロウさんは指を噛み切られましたよ。そうか。町人の人の。水上駅の現在の気温は6度で18時まで雨のマークあるよ。え、18時までのマーク？え、水上に？マジで。あ、一番こういうのつまらん。わら、重要文化財だ。記念資料館。昔の豪商の家か。豪商でしょうね。よっと。これは有料ですね。閉館時間午後4時。実家もこれぐらい大きい。実家も昔はこのぐらい。いや、これよりちょっと大きいんじゃないかな。本気と書いてマジな話で、私の前の実家は結構でかかったんですよ。別に農家とかでもなかったんですけどね。学校でこんな感じのこと生かされたな。こういう施設、みんな4ダメで見てるくせに。4ダメで英語。ちょっとトイレ寄っていこうよ。池、これ池ですね。半分で仕切られてて。実家は今は霊落してるが、霊落。昔は良かったんだぞ。これトイレだよな。あれ？トイレじゃない？トイレでしょう、この感じは。トイレ。トイレでない、ある、ないはずがない。あれ？トイレ配信。うん、もちろんトイレですよね。じゃあちょっと、わらわら、排出してきます。これはトイレだ。ロボさんの名字からして名門。ナマコだ、ナマコかで。トイレじゃない、わら、トイレ、トイレ。トイレ、トイレ。が、コミュニティに参加しました。じゃあちょっと、トイレのような商品。出してまいります。土産物や、土産物屋。おっ、こんにちは。1杯目。
ロゴなのにおしっこ顔出ました。イケメンイテラー髪切ったのギターロゴさん付けの出身なのかしら。トイレを出す警備開始。いいオイル交換雰囲気いいね。一人プレミアム一人が入会しました。あら綺麗。枝の動きが気持ち悪い、わらわら。いい景色。オイル交換は一応合ってるな、わらわら。自然と調和してるね、おっさん。お弁当を食べましょ。あ、弁当。残り3分くらいです。排出中。桜かな。いい、城址公園で休憩。しかし横トイレ自動延長来た。延長間に合わない。わら、延長までに帰ってこれるか。配慮を捨てています。延長間に合うかな。しょうなら間に合います。おっさんはトイレ長い。わら、間に合うでしょ。大なら。あ、もしかして延長時間。大ならアウト。延長先生どれどれ。おお、危ない危ない。危ねえ。延長ご指摘ありがとうございます。間に合った間に合った。あらったあらった。なんかあらったあらって2回言うと信憑性ないけど本当にあらったから。絶対あらったから。自動が効かないことがよくあるんですよ。よし、ふう。延長感にあったね。下腹部の緊張感が取り去られた。やった。ふう。ちゃんと拭いた。ち、延長。ここは手をですか。導水管の方じゃないですよね。ちゃんと拭いた。拭いた。何？エロいこと言うな、わらわら。あれ、ちょっと待った。エロい表現。今日の宿は近いの？ん、今日の宿あと20キロちょいぐらいです。なので私のペースでダラダラ行ったら思い出したじゃないか。激エロ抜き抜き丸、うん、まくる丸最悪だ。わらわら、いやと野宿するにはちょっと寒いかな。で、危ない危ない危ない。トイレ行って迷子になったことない。こっちじゃないです。もう終わり？こっちです。ここやっぱり頭の中で180度反転するな。何かの施設に立ち寄るとディスカバリーチャンネルみたいに。危ねえ。寝袋持ってきてるんですか。ディスカバリー寝袋を今回持ってきてないんですよ。わら、帰るとこだった。方向音痴になったの。方向音痴は元々です。 GPS 見ながらなんとか迷わずに行ってるだけで。花と緑の群馬祭りサブ会場。普通にテニスやってますね。サブ会場で群馬祭り来た。花と緑の群馬祭りってのやるみたいです。やったのかな。サブちゃん、さて聖地で聖水。今これで公園、あ、やっぱり城跡だ。うん。醤油場どこ。醤油場どこって何だろう。こちら空気が結構冷たいんですよ。日当てってでもこれだから完全に曇ってたらもっと寒いはず。観光地でとりあえずマーキングするよね。そういえば、うん、パチ屋とか見かけないし全然パチ屋、あ、確かにそういうのないですね。生湯場ですか。で予定だとこっからそっちに向かって降りるんだな。みなかみまで。そうですね、上り下り繰り返しながら。ん、あれ今カラスの声。人の声にしか聞こえなかったけど、今、あう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 っていう声は。バレアーツ。犬かな？犬の調教の声？あ、違う、ここじゃない。あわわ、あわう。もう一つ、もうちょっと向こうだ。ピーターアーツ。ピーターアーツ。なんだっけ。ああ。桜まだ咲いてない
ないのですか。いや、桜もう終わってると思います。大きい工場がある周辺だけじゃないかな。大きい工場、そこの従業員の人がとかいう話かな。さて、おりますよ。ランニングの掛け声かと思った、うん、この道、今のなんかカラスの声じゃないかなと思うんですけどね。また狭い道を、しかもこの横溝舗装、横溝舗装、駐車場いるしな、振動、わら、泥よけついてますか。泥よけは今ついてないんですよ。でもなくても雨の中走れました。この溝ってもう完全防水の格好で、完全防水バッグで、うおー、え、なんてなんて、うわ、怖っ。ラブホ、今のラボかな、あのなんかテレテレしたあのノレみたいなやつは、それっぽいですね。縦溝あれ嫌ですよね。勘弁してほしいです。おお、これも沼田の市街地なのかな。そっか、お城跡だから小山の上だったのね、うん、山の。でも中心地は今の上の方じゃないのかな。でもあそこも洋服の青山とかあるしな。さっきの声、あおっていう音は、おうおうかな。でっかい鳥居もありますね、あそこに。高速は、あれかな、うん、多分あれ見えてるの高速ですね。車がじわじわ動いてるの分かるかな。私の見てる方向で、あの横に点が移動してたら、それがあの高速の上の車です。新幹線は、あれ新幹線ここ通るんだっけ、新幹線こっちでしたっけ、城下町、待って、越後湯沢から出てる新幹線はどこ通るんだっけ。新幹線はトンネルだった。トンネル、ここ通るんでしたっけ、新幹線。行くの近くですよ。うわ、ん、行くの近く、行くはなんだろう、 IC か YC か。上越新幹線、上越新幹線はこれ上越線通る、横のと上越線のと同じとこ通ってるんですかね、トンネルで。ラブホの狙い急坂だな。ラブホもうと、ラホっぽいところは特に通り過ぎました。激坂、激坂プンプン丸、いかんな、また流行に流されるようなことを。田中角栄が作った新幹線、あ、こっちの上越の方なんですか。インターチェンジ、あ、インターチェンジか。プンプンなんとかって何、わらわら、なんとか今流行りの言葉らしいです。女子高生の間で流行ってるらしいので、新幹線はもっと西の方、女子高生の一種である私としては。そこはなんかプンプンのアレンジしたかったですね、本当は。湧き水、激坂母丸ってところか、ところか。そこに生湯場、どこがある。生湯場ありますね、目の前に。組み上げ生湯場、黒湯場、こだわり、豆腐、醤油場行っとこう。ただいま営業中。雨雲っぽいですね。送っで喜ばれる。今の小さいやつはなってないな、フォントとして。行こう。他のやつはあの横方向が細い線で統一されてるのに、小さいやつだけはなぜかあの均等に太い、あのフォントなってない。まあ手作りなんでしょうね、フォントは。湯葉投入の、湯葉投入の、うん、ああ確かにこのちょっと良くないな、うん、あのフォントよろしくないな。とは、雨がどうですかね。一旦ここから離れると次の、もう名前忘れた、何高原だっけ、なんとか高原って駅まで、うん、カッパ市あります。なんか急に車増えましたね。上の市街地に車上がってこない、車が通らないだけなのか。あ、縄文高原駅でしたっけ。そう、そこまで5キロ10キロぐらいは多分途中に駅がなくて逃げようがない。この気温の低さだから雨降られると結構きついな。あ、そういえば雨用のグローブ持ってきてないや。湯葉は今もうなんか食う気力が起きないです。腹いっぱいがずっと続いてて。川場村、何と合併しようとした。ここバイパスのルートなんじゃないかな。バイパスルートか。これちょっと横側に逃げられるな。
北陸雨降るんですか。ゴールデンウィーク後半降らなきゃいいんだけどな。ちょっとこっち側で逃げながら降りよう。北陸は曇りが多いらしい。曇りか、ちょっと残念だな。水上からなんかしてくる車見れば雨の具合が。ああ、なるほど、そうですね。